御殿場登山口まであと120秒です。降下開始します。トランスポート準備に入ってください。了解。 31A 総員、安全装置解除、トランスポート準備開始。了解。目的地座標に到着しました。後部ハッチ開放します。ルカ、どうした？富士山？そう、富士山への偵察よ。ちょっと待ってくれ。またレッドクリムゾンみたいなのがいるんじゃないだろうな。あれは危険すぎる。そのような脅威は確認されていないわ。安心なさい。哨戒部隊からの報告だと、麓付近のキャンサーの分布が減少しているらしいの。目的地は富士山頂まで。山頂付近の状況が確認できれば作戦行動終了よ。ただ見逃しの可能性はあるから、戦闘の想定もしておいてね。ヘリで登山口までは送るわ。途中で危険と判断したら撤退して、頂上から御殿場側のヘリ着陸場所まで約 15km。遮蔽物はないから容易よ。そんなんでいいの？ええ。ちょっと考えがあるのよ。考え？今はまだあなたたちには関係ないものよ。七瀬から訓練を受けたら、すぐに出撃して。気になるな。これ以上聞いても教えてくれなさそうだし、行くしかないか。なんでもない。降下開始する。了解です。 31A 降下開始。この先か。こっちじゃないな。サンミー震えてないで仕事しろ。でもこの制服、この薄さでこの暖かさはすごいですね。あなたはマントもあるし、いいわね。ねえねえ、山頂ってこの辺でいいの？座標は確認した。間違いない。結構広いんだな。何もいない。周辺捜索をやっておきましょうか。そうだな。全員で反時計回りに進むぞ。本当になんもないな。うちら何しに来たんや？まあまあ、何もないなら安全でいいじゃないか。違和感しかないけどな。とりあえず司令部に報告するか。無線繋がるの？下山してから二度手間も嫌だし、先に試してみる。こちら 31A、 司令部応答せよ。手塚よ、捜索は完了した。うわ、めっちゃクリア。もしもし。さっさと答えてやれよ。富士山頂を捜索完了した。もぬけの殻でキャンサーも全然いないんだけど、この後はどうしたらいい？なるほどね。なあ、あたしら何しにここへ来たんだ？今は偵察があなたたちの仕事よ。捜索が完了したなら基地へ帰還しなさい。はいはい、了解。お疲れ様でした。手塚司令官がお待ちです。直ちに移動してください。お疲れ様。様子はどうだった？富士山頂の様子は。ベビーキャンサーが売られていた。それは何？屋台。人を襲う前の小さなキャンサーが箱詰めされてピーピー泣いてた。可愛いなーって眺めてきた。敵だわ、倒してこい。なわけないじゃん。
誰も得しない嘘をつくなよ。何もいなかったってことね。まあ、お前の度胸相変わらずすごいな。基地の外であんな風なのって初めてなくらい。他に報告すべき事項はある？敵が現れないのはやっぱり不自然だ。部隊警戒中のドーム周辺でもまだ見つかるくらいだし、キャンサーに富士山頂を避ける理由でもあったってのか。ふん。司令官はどんな考えで私らを偵察に派遣したんだ？考えはあるけど確証を持っていたわけではないわ。どういうことだ？司令部の幕僚からある仮説が出ていて、その予備調査ってところかしら。まだ確定していないから言えるのはここまでよ。うん。そんな噛みつきそうな顔をしないの。結論はもう少し先になるからしばらく待機していて。休暇代わりというには短いけど。以上よ、解散。しばらく待機って言ってたし宿舎に戻ろっと。ユイナ先輩、あ、花を持ってる。ということは、献花台の方に行ってみよう。申し訳ない。忙しくて会いに来るのがこんなにも遅れてしまった。やっぱり機関のおかげで作戦が成功したと聞いている。ありがとうと礼が言いたい。誰よりも戦うことを恐れていたあなたが最後にはそれに打ち勝ち、仲間の命を救ったことも。あ、音立てちゃった。なんだ、ルカか。いや、覗き見るつもりはなかったんだけど、声をかけるタイミングがわからなくて。何も責めてはいない。ユイナ先輩も葵のハイパーサイメシアのことを知ってたんだな。ああ、2級系部隊唯一の生還者だ。その噂は金々な。でもその程度だ。ルカは親しかったのだろう？うん、短い時間だったけど、すごく仲良くなれたと思ってる。私なんかより辛いだろうに。でも、戦うためにここに来たんだからさ。こんなこともあるんだろうなって思ってた。そうか。まだまだ来て間もないのに、さすが 31A の部隊長といったところだな。いやいや、鈍感なだけで、まだ夢でも見ているみたいでさ。でも、これが現実だ。人類の存続をかけ戦場の最前線に立つ我々のな。うん、その通りだ。葵がいなくなったことをいつまでもくよくよしてたらダメだな。そろそろ受け入れてしっかり前を向かないと。30系では B、E、G の3部隊しか残っていない。つまりエースであるはずの A はすでにいない。31A にはこれからも先陣を切ってもらい、負担をかけることになるだろう。そのことについては、申し訳なく思う。前向きに自信を持って返さないと。私たちなら大丈夫だって。私なら大丈夫。すごい自信だな。そう？一人生き急がないか心配だ。これでも運がいいんだ。運だけで生き抜いてきたようなもんだから。そういう問題じゃなくてだな。仲間もいるということを念頭に置いてくれ。みんなを危険にはさらせない。私の運の強さで勝負する。運とは運だけにどう出るかわからない頼りないものなんだぞ。平気さ、どんな確率の低いゲームでも当たりを引き続けてみせる。運への過信がすごいな。らしいぞ葵。後のことは任せて、ゆっくり休んでくれ。
うん。絶対勝って、また報告に来る。何もいなかったよ。ほんと、雑魚一匹もいなかったし。なあ。そうだけど、司令官の前でルースに相槌を求めてくんなよ。31A なら大丈夫。みんなすごいんだ。さすがだな、頼もしい。私たちも負けないようについていかねばな。ああ、30G のみんなもすごいもん。そうとも、葵よ。後のことは私たちに任せて、ゆっくり休んでくれ。うん。絶対勝って、また報告に来る。セラフ部隊なら大丈夫。みんなすごいから。そうだな。先輩として、私たちも頑張らねばな。ああ、30Gのみんなもすごいもん。葵よ。後のことは私たちに任せて、ゆっくり休んでくれ。うん。絶対勝って、また報告に来る。